はい、どうも、僕大好きです。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。ですね、もう9月入りました、あと27試合ということですから、もう星勘定をしているような段階ではなくなって、もうとにかく 目の前のですね、一試合をとにかく勝っていくと。相手がどこやとかですね、相手のピッチャーが 誰や彼やとか、もう関係ないですね。もうとにかくもう全部勝たないといかんという、まあそういう試合がもうずっとね、続いていくということですよね。で、今日の時点で 4.5 ゲーム差、昨日がね、昨日の時点 5.5 で、で、昨日は1位、2位のチームが負けて、阪神3位の、ね、チームが勝って、で、縮んで、首位と 4.5 ゲーム差ということですから、まあもちろんね、離れてるのは離れてます。でも、まあね、4ゲーム差、5ゲーム差ってね、その調子の波によってはあっという間に入れ替わったりする可能性もありますから、まあ分からないのは分からないですね、まだね。まあもちろん諦めるわけにはいかないし、3位狙いでいいわというのも、いや僕はCS は反対派なのでね、まあ反対ってまあいつも言ってますけど、その阪神ファンですから、阪神の試合が見れるのは嬉しいわけですから、まあやってりゃ見ますけどね、その後、まあ試合見れるという意味ではね、いいんですけど、なんていうんですかね、優勝の価値下げるというかですね、やっぱり優勝したチームが、勝者で、それ以外の5球団は敗者という感じですかね、なのに敗者がですね、勝ち上がって代表で日本シリーズ出るっていうのは、やっぱそれはおかしな話やと思いますんで、3位狙いというふうには僕は思わないので、やっぱりあくまで優勝を目指してほしいな。この辺がまあ阪神ファンの中でもね、意見が分かれてきているところですね。もう優勝無理やでと、もう優勝どう考えても無理やねんから、もうね、 CS 狙いに切り替えるべきやとかね、若手がもっともっと使っていくべきやとかね、こういうまあ人もいると思うんですけども、そのまあ 4.5 ゲーム差っていうのはまあ非常にこう微妙なところですからね、もう完全に無理ではないですからね。例えばそのね、シーズン中でもまあね、10連勝ぐらいやったら別に、ね、あってもおかしくないわけですからね、たまにあるわけですからね、10連勝すればもう全然分かりませんから、去年もね、阪神は9月入って14連勝で一気に優勝決めたようなのはありましたのでね、まあ全然分からないのは分からないということですから、まああくまでね、優勝を目指して頑張ってほしいなというところですよね。ってなると、今中日とね、甲子園で3連戦やってますが、甲子園では中日に部がいいので、今年ね、だからもう落とせないっていう感じですよね。で、昨日まあ幸先よくというか、まあ高橋宏斗に勝ちましたからね。もうね、防御率0点台でですね、もう手も足も出ないっていう感じの高橋宏斗から点取って勝ちましたんで、まあ決してね、調子は悪くはないと思うんですね。このまま上向き、打線のね、調子も上向きになってますから、このままもちろん中日は当然これ3立てしないといけません。もう残り全部勝たないといけませんからね、ということで、まあ今日の試合2戦目ということだったんですけれども、今日はですね、相手小笠原ですよね。まあ小笠原もいいピッチャーです、間違いなくね、これはもう間違いなくいいピッチャー、ですけども、今年あまり勝ててないと。これがね、もう中日のですね、まあ、あれで、そのピッチャーめちゃくちゃいいのに負けが先行するみたいなのがよくあるわけですよね。まあ、当然これ打てないからっていうね、ところがあるんだと思いますけども。で、今日は阪神の方は村上ということで、この2人ね、成績がすごい似てるんですよね。防御率が2点台半ば、2.5 前後っていうね、まあ普通だったらすごいいい数字なんですけど、今年はもう投高打低でですね、防御率2点台はいい数字じゃないんですよね。もう防御率0点台、1点台がゴロゴロいますから。だからまあ、その、小笠原にしろ村上にしろ、ちょっと本調子じゃないのかなと。本調子だったら間違いなく1点台でいってるはずなんですよね、その今年の様子だったら。なので、2人とも本調子じゃないというところで、まあ、ただまあ、ぶっ壊れてるというわけでもないわけですね。なんとかローテーションでは回ってるけど、いまいち乗り切れないと。で、負けが先行してるって、まあ、そういうような状況で、非常に似てますよね。勝ち星も似てるんじゃないですか。5勝9敗かなぐらいですね。確かね。まあ、似たような成績と。まあ、苦しみ方もちょっと今シーズンに似てるかなっていう感じですね。っていう、まあ、で、小笠原左なので、で、阪神の方は少し打線をですね、まあ、6番レフトのところにですね、今日は井上を入れてきましてですね、だから話によると志願してね、こうね、出してくれ言うたらしいんですけども、まあ、井上ももう正念場ですからね、どんどん新しい外野手出てきてますから、高卒で入ってね、言うてももう5年目とかですから、もう大卒で入ってきてるのと同じぐらいの年齢になってますので、もうね、いつまでも若手言うてられないっていう感じですよね。そろそろ結果出さないと、いよいよっていうところで、この間プロ入り初ホームランを打ちましてですね、ただまあその初ホームラン打った試合は負けたんですけどね、残念ながら同点ホームランね、劇的な同点ホームラン打って、あれ試合勝ってたらね、ヒーローやったんですけども、残念ながら、負けてしまったというところだったんですけどね。で、まあ今日志願してですね、6番レフトで、先発で出場したということですよね。もう井上がね、いつになったら独り立ちしてね、こうレギュラー取るんやって言われながら、2軍ではね、4番でずっと使ってもらってですね、
で、言うてる間にですね、森下が入りですね、前川が入りですね、育成で野口が入りですね、豊田が入りですね、この外野手でね、その有望な人がいっぱい入ってきまして、で、その競争の中にこう掘り込まれてですね、で、またそのね、後から入ってきた若手がこうね、いい結果を出してね、その森下にしろ前川にしろ、結果を残し始めてますから、そろそろ頑張っていかんとなっていうところで、まあ、これが、まあ、チャンスですよね。ここに来て、まあ、チャンスが巡ってきたっていうところですから、ここをもう掴み取らないとっていうところで。で、まあ、最初は今日この間ホームラン打ちましたから、で、バッティングもね、少しスタイル変えてますよね。ノーステップにしてですね。で、最初はやっぱりノーステップにして、慣れるまではね、なかなかこう、思うような結果出なかったと思うんですけど、ある程度も慣れてきたのかなっていう感じですよね。一回今年も一軍上がって、で、いまいち結果が出なくて二軍に落ちてるっていう状態で、まあ順番に豊田が上がって、野口が上がって、順番にこうまた、上げてもらっている中で、また順番回ってきたっていう感じですから、ここはもうものにしてほしいという、まあそういう感じですよね。で、まあ、それ以外はね、一緒ですね、近本、中野、で森下、大山、佐藤、で、井上。で、今日は坂本ですね。7番キャッチャー坂本ということですね。で、8番に木浪という、これは打線で、来まして。でですね、まあ、阪神の方村上なんですけど、これ当然ね、村上とね、小笠原ですからね、普通やったら投手戦ですよ、どう考えてもね。もう、去年までやったらもうとにかく0対0でずっといて、どっちが先1点取るかっていう、そういう勝負になるだろうと、当然ね、思うわけですよね。ところがですね、やっぱ今年のこの2人はちょっと調子乗れないのが、まあ、全然もうそういう展開じゃなく、もう初回からね、全然、そういう展開じゃなくなったっていうね、感じですよね。僕今日ね、少し夕方は仕事だったので、まあまあ、リアルタイムではね、画面では見てなかったんですけど、まあ途中からね、トラテレで見てたんですけど、試合始まったわと思ってですね、テキスト速報をペッてつけたんですよね。まだ始まったばっかりですよね。そしたらいきなり6対2かなんかで、と思って、なんかの間違いかと思いましてね、村上と小笠原だよな、みたいな感じで。で、そこからまたね、どういう展開なのか、初回のね、攻撃を見返してっていう感じなんですけど、いきなり阪神がエラーしたんですよね、またね。佐藤がですね、エラーをしまして。この辺もですね、もうそろそろこうね、要するに、なんていうんですか、技術がなくてエラーしてるんじゃなくて、もう、なんていうんでしょう、だってあれでしょうね、ちゃんと守備、ちゃんとできる時もあるわけですからね、ちゃんとできる時もあるし、送球がそれる時もあるっていうことは、もうその毎回それるんやったらもうどうしようもないですけどね、それはもうプロとしてはやってられないわけですけども、取れたり取れなかったり、投げたり投げれなかったりとか、ちゃんとできる時もあるわけですから、ちゃんとできる技術はあるわけですよね。それを毎回出すだけの、まあ、気持ちの問題ですよね、これはね。何かこう気持ちにムラがあるのかね、気抜いてんのかね、もしくは緊張しすぎてんのか、まあ何かしら原因があるわけですよ。これを改善しないとね、まあもちろん練習をひたすらするっていうのも一つの改善方法なんですけどね、自信を持つという意味で、こんだけ練習してないから大丈夫やってる自信を持つという、まあ、それも一つの、方法だと思うんですけども、何かしらちょっとね、これ周りが、考えていかないと、なんかその、コンバートっていうね、いうことを言ってるファンの人もいますけどね、外野にもうコンバートしたらいいんちゃうかとかね、ファーストにコンバートしたらいいんちゃうかって言ってる人いますけども、まあ、どこにコンバートしても一緒でしょうね。だって外野だってね、エラーしてましたもんね、とんでもないエラーね。外野で、まあ、矢野監督の時は外野で使われてましたけど、外野でもとんでもない普通の、ね、ライト前ヒットを後ろに反らしたりとかね、バックホームでとんでもない暴投投げたりとか、これもしてましたから、まあ、どこにしたって、まあまあ、今の里やったら一緒かなというふうに思いますので、ね、まあ、もちろんね、内野から外野にコンバートして成功した人もいますよ、福留とかね、まあ、いっぱいいますけどね。ただまあ今の里やったらどこにやったでね、ファーストにしたって別にね、ファーストが楽っていうかっていうと、そういうわけじゃないわけで、まあ、どこにしたって、まあ、根本的なところが解決しないと一緒かなという気もしますのでね。なので、まあ、ほんで、まあ、それを決めるのは岡田監督ですからね。そう、岡田監督がサードで使うって決めて使ってる以上はもうサードで頑張るしかないわけですから、そんなんじゃあ、あっち行ったりこっち行ったりしたらええんちゃうか言うたところで始まらんわけですから、佐藤からしたらもうサードで必死に潜りで頑張るしかないわけですから、それはね、まあ、もうそろそろその辺のね、一皮向けないとっていうところでしょうね。まあ、どうなるか分かりませんね。岡田監督がね、今年でもうね、監督を退く、もう年齢も年齢ですからね、監督を退くっていうんだったら、新しい監督がどう、また別の使い方されるかも分かりませんし、で、岡田監督が続けるんだったら、またサードするかもしれないし、でもそれを決めるのは監督ですから、
その決められたところで、ちゃんとですね、力が発揮できるように準備をする、練習をするっていうのはプロですから、それができないんだったらもう出れないわけですからね。なので、もうちょっとね、このもうね、エラーに対する意識っていうのをやっぱり高めてほしいなというふうに思いますよね。はい。でですね、まあこのエラーもあって、まあ初回にいきなり村上がですね、2点取られましてですね、2失点ですよね。で、しかも球数をね、初回に、いっぱい使わされた、まあこのエラーのせいですよね。これなかったらもうすっと、もうもっとすっといってたわけですよね。初回だけで30何球投げさせられたっていうところですから、ああ、これはちょっと今日ね、しかも相手小笠原やし、ちょっとはあかんのかなというふうに思ったんですけど、ただですね、この小笠原から6点を取ったというね、これもまた、先頭の近本からですね、近本ヒットですよね。で、中野がですね、いつもやったらこう、近本ヒットの後バントなんですけど、もう今日いきなり初回に2点取られてますから、バントで送ってっていうのもね、まあ別に、2点差ですからね、1点ずつ取っていくということで、バントっていうのも当然、まあ、作戦としてはありかなと思うんですけど、ここエンドランかけまして、これがハマりましてですね。まあ相手からしたらもうバントしてくるだろうというところを頭の中にね、最近はずっとバントしてるからっていうのもあるのかもしれません。そこに、まあ、エンドランをかけて、これがまあ見事にハマってですね。で、中野はですね、結構エンドランもですね、まあ得意なんですよね。その、エンドランかけるときって絶対右に打たないかんみたいなセオリーがね、あるように言われますけど、必ずしもそうじゃないわけですよね。ファーストランナーが走る。で、その、当然走るんで、これ、盗塁やったらね、これ刺さなダメですから、ベースカバーに入るわけですね。セカンドかショートが入るわけですよね。で、当然、動くわけですね、内野手が。そうすると、ヒットゾーンが増えますから、そこにゴロを打つということで、そうするとヒットがですね、になる確率が高いし、で、ファーストランナーがスタート切ってますから、飛んだ場所によっては、一塁三塁の形が作れると。で、万が一ですね、野手に取られたとしても、ファーストランナー走ってるんで、ダブルプレーはないということで、ランナーを進められるって、まあそういう、まあ、作戦ですね、エンドランっていうのはね。だから、まあ引っ張れば一、三塁になる確率は高いんですけど、その、空いたところにうまくゴロを転がすっていうのが、まあエンドランのですね、大事なポイントですから、その辺がね、なかなかうまいんですよね。右に打つこともできるし、左に打つこともできるっていうね、まあ無理に引っ張ることも、なかなかね、最近は、うまくなってきましたしですね。空いたところに転がすというと、流し打ちもできますし、ちゃんとゴロを転がすというのも比較的、まあできるタイプなので、だから今日はそれがハマってですね、だから1、3塁にはならなかったですね、レフト前ヒットですから。ただまあ、これ1、2塁という形になって、で、森下と。いうところだったんですけど、ここでまあ森下がですね、見事にタイムリー、ツーベースかな、2点タイムリーツーベースを打って、これで同点に追いつくと、いう形ですよね。で、まあ大山が繋いで、まあ森下タイムリーヒットか、普通のタイムリーヒットかな。で、大山が繋いで2、3塁になって、で、佐藤がですね、これ詰まりながらね、これ飛んだ場所が良かったみたいな感じですけども、インコースの球をこう詰まりながら、まあセンター返しというか、まあ狭い狭い、二遊間をね、抜けていって、で、これで4対2、さらに2点入って、これで逆転ということですよね。まあ佐藤からしたら、まあエラーを取り返したということに、まあなるのかなっていう感じです。で、ここでですね、終わってたらあれだったんで、ここで終わらなかったのがでかいですね。で、6番のですね、井上に回ってきて、初球をですね、ホームランと。見事ですね、インローだったと思うんですけどね、直球やったか変化球とかちょっとね、わからなかったんですけども、それもノーステップでですね、バーンとすくい上げて、まあ見事にですね、スタンドまで届いたと。だから、もういきなりですね、6連打ですよね。で、6連打で最後の一発がホームランやったっていうことで、これで6点入ったと。これでもう完全にね、主導権は阪神の方に来たという感じですよね。で、まぁ、こっからね、両投手もまぁ立ち直るみたいな感じですね。だから2回はどっちもまぁ、下位打線ということで、ここスッと行ってね、まぁ、3回からまぁ、いつも通りのピッチングになったと。やっぱりその初回のね、この立ち上がりっていうのは、どのピッチャーでもなかなかこうね、こう、思うようにはいかないっていうのがね、まぁ、よくありますけれども。だから今日はそこからですよ。そこでね、6点取れたってのはやっぱ大きいですよね。だからこれは非常に大きかったです。で、まあまあ、村上はね、まあ、初回調子悪かったとはいえ、まあ、エラーに足引っ張られたってこともあるんですけども、まあ、その初回のこの2対6っていうのは、やっぱりこれでね、試合の流れっていうのは大きく阪神の方に来たなっていう、まあそんな感じですよね。で、まあ、2回以降、村上も立ち直りましてですね、まあ、低めに球を集めてと、まあ、まっすぐをね、結構空振り取れてたので、なので、まっすぐのキレもね、良かったんちゃうかな、というふうに思います。で、今年ね、いまいち去年ほどの活躍はできてないって言いましたけど、球自体は去年とそんな変わってないような気がしますよね、コントロールとか球ね。
その、まっすぐのキレとか、あの、まあ、スピード、コントロールとかね、変化球とか、あんま変わってないと思うんですよね。だから当然相手が研究をして対策を立ててきてるわけですから、去年と同じ投球をしたんでは勝てないわけですから、やっぱりそういうところをですね、岡田監督言ってるんですよね。あの、なんでもっとカーブ投げへんねやってね、今日もコメント出してましたけれども、まあ、初回にしろですね、もっともっとそう折り混ぜていけばですね、投球の幅広がんのにということですよね。だから大竹とかがそうしてますよね。大竹とかがあえて緩い球をですね、多用してですね、で、まあ今年、まあ、さらにですね、2年連続で活躍しているということですね。だから村上も緩い球あるわけですね。スローカーブあるんです。それをもっと有効に使えばいいのにと岡田監督が言ってるらしいんですが、まあ、それをこう、なかなか使わんのはなんでやろうってね、言ってましたけど、だから去年と同じことやっとったら勝てないわけですから、やっぱ違うことやっていかないとね、いけないわけで、そういったところね、カーブをうまいこと使うっていうのももっともっとやっていけばいいのになっていうところですよね。そうすればもう少し楽にですね、投球できるのになと。別にこの、あのカーブが使えないわけじゃないですよ。あの、コントロール力を決められますからね、そういったのが一個ある、もっともっとカーブを多投していけばですね、これ全部球種の割合とかもデータで出ますから、あ、このピッチャーまっすぐやなっていう風にね、まっすぐが半分以上やなってなったら当然まっすぐ狙ってきますしですね。で、変化球が増えてくれば、例えばカーブの割合が増えてくればですね、相手からしたらカーブあるでっていうのが当然頭に入るわけですから、そういった餌巻きにもなるわけですよね。当然カーブをこうケアしながら立ってたらですね、まっすぐにこう振り遅れたりするわけですから、そういったところもっともっとこう、うまく使って、持ってる球をフルに使ってですね、やっぱりやっていくべきかなというふうに思いますのでね、だからちょっともう少しね、投球の幅広げようと思ったら広がるのかなと思いますんで、その辺がね、ちょっとまあまあ、今年のね、苦労しているところなのかなと。来年に向けてじゃあ、今年ね、オフどういうふうに取り組んでいくかね、新しい球種を身につけるのか、それともね、今ある球種を磨いて、その組み立てを変えていくのかね、大竹のようにですね、大竹はもともとカーブ持ってましたけど、今年はそれをね、結構たくさん使おうということで、今ね、いい感じで言ってますから、村上もね、ちょっとそういうふうなところを、こう、まあ見習ってほしいなっていう感じですよね。だから2回以降は比較的ですね、まあ落ち着いてきてですね、まあスイスイいけるようになったっていう感じなんですけど、まああの、そうですね。特にその何人か全然合ってないバッターいましたよね。空振り空振りとかね。だからそういう人がいるとそこで打線が切れますからね。まあ助かるみたいな感じ。だ今日はそのあんまり村上をですね、こう、まあ、なんていうんですかね、こう、まあ、打てそうな人っていうのは、まあ、何人かしかいなかったですね。宇佐美とかね、細川とか、この辺はまあ、怖いなっていう感じでしたけども、下位打線の方に行くと、やっぱりなかなか村上の、球打てないなっていうところだったので、まあ、その辺でね、打線がこう分断 してくれたっていうのは、助かった点かなというふうに思います。で、小笠原の方も2回以降は立ち直ってですね、まあ、いつも通りの小笠原のピッチングというところで、まあ、阪神からしたら、ちょっとまあ、なかなかね、2回以降追加点が取れないっていう、まあ、そういう状態でしたよね。で、まあ、その、初回すごい時間かかってですね、点数入ってですね、どうなるやと思ったんですけど、2回以降はスーッといったんですね。あの、もう本当に2回以降は、あの、もともと思ってたですね、投手戦ですよね。村上対小笠原って、まあ、こういう試合になるだろうな、したら2回以降はそれが繰り広げられたということで。で、だから2回から5回ぐらいまではスーッといったんですよね。で、まあ、あの、球数はね、初回に2人ともね、結構無駄に、ね、球数使ってしまったので、まあ、2人ともまあ、あの、6回途中ぐらいでね、まあ、交代ということになったんですけれども、村上の方は、だからランナー残して島本にね、バトンタッチをしたっていう感じですかね。だからここでそう詰め寄られてですね、やばいなと思ったんですけども、そこからさらに、阪神の方が突き放しにかかったってね。これはその相手のですね、中継ぎから点をですね、取って、まあうまくですね、こう突き放していくことができたっていう感じですよね。点取られた後にまっすぐ取り返したっていうのは今日はね、大きかったなというふうに思いますよね。あれがさっき阪神が取ったのかな。で、追いつかれたのかな。ちょっとどっちか覚えてませんけど、6対2から、2点ずつ取り合って8対4になったんですよね。で、最後1点取って9対、4になって逃げ切ったっていう、まあそういう、試合だったんですけれども、この2点取り合ったのどっちが先だったかちょっと覚えてませんけれども、まあまあ、途中ね、追いつかれそうになったのは、またさらに突き放すことができたっていうのはね、非常に良かったなと思うし、今日は勝ちパターン温存できました。石井がね、投げましたけども、最後はね、5点3になったということで、及川がね、2イニング投げて締めてくれたっていうね、これがな、あの、非常に大きかったなというふうに思います。で、まあ、追加点の取り方もですね、まあまあ、あの、ね、いい感じやったんちゃうかなというふうに思います。木浪がまた満塁でね、満塁で、こうね、タイムリーヒットを打って、で、さらに9番のね、村上もこの内野ゴロで、で、阪神がね、これで追加点取ったんですよ。この後ですね。この後に、この後 にさらに、こう、2点返されて、ここで交代になったわけですね。島本になって。
交代をして。で、島本から次の回石井が投げて、ここで石井が流れを作って、まあ、切ってくれたっていうのが大きいですよね。このままこうね、さらに追加点取られていくとちょっと嫌やなっていう感じだったんですけど、ここでね、追加点許さずということで、まあ、島本、石井っていうあたりがピシッとこう流れ切ってくれたっていうね、これが非常に大きかったなというふうに思います。で、最後ね、ダメ押しの1点。これ相手のエラーからやったんちゃうかな。セカンドゴロですよね。板山が今日ね、久しぶりに1軍に戻ってきてスタメンだったんですけど、まあ、セカンドに飛んだ球をですね、まあ、横飛びで取ったんですけど、中野の打球かな。中野の打球をですね、まあ、セカンドで横、こうね、抜けていきそうなやつを横飛びで取ったんですけれども、これをファーストに悪送球をして、中野がセカンドに行って、で、3番森下がですね、まあ、打ちに行くんです。まあ、当然ね、これは打ちに行きますが、もう超ボテボテになって、結果はまあ送った形になって、セカンドから中野がサードに行って。で、大山がですね、これ、相手、祖父江やったかな祖父江、祖父江、誰、ちょっと誰やったか覚えてます。祖父江やったと思います。高めに浮いてきた球をですね、見事に犠牲フライを打って、これがまあ、とどめを刺す形になったと。だからこれでおそらくね、最後、及川で行こうかっていう風になったと思うんですよね。これ、まあ、4点差のままやったら、もしかしたら勝ちパターンね、切り式とか、これを投入してたかもしれません。まあ、石井を使ってますからね。もしかしたら勝ちパターンを使ってたかもしれませんが、最後ね、なんとかちょっとね、及川がピンチを招きながらもですね、まあ、2イニングを抑えてくれて、まあ、これで、まあ、良かったですね。勝ちパターン温存もできましたしですね。まあ、これで勝つことができたということで、まあ、9対4かな、ですよね。まあ、良かったな、というところですよね。で、今日も実はですね、巨人と広島が負けてるんでね、これで首位、広島と3位阪神のゲーム差 3.5 ですから、まあ、まだね、5.5 から2日で 3.5 になったということですから、まあ、まあ、多少縮んではいます。まあ、もちろんまだ赤信号灯ったままですけどね、首の皮1枚のままですけれども、明日もしですね、明日この3連戦の3戦目ね、明日もし巨人と広島が負けて阪神が勝ったらちょっと面白くなってくるんですよね。まあ、明日はね、広島も巨人もですね、まあ負けないやろっていうピッチャーなんですよ、明日はね。広島が戸郷かな。で、巨人が戸郷かなんかですね。で、相手がね、谷間のピッチャーなんですよね。だからまあ、明日はさすがに巨人や広島は落とさんやろうっていうカードなんですよ。そこもし落としたら、ちょっと面白くなってくるんですね。で、阪神の方は、まあ、阪神はね、明日はまあ、どっちにしても阪神はもう勝つしかないわけですから。もう阪神は負ければ負けるほどもう、脱落していくわけですから、もう全部勝つ前提です。阪神はもう勝つ前提。そうじゃないともう、終わってしまいますから、阪神は勝つのは前提として、その上で明日広島と巨人がもし負けるようなことになったら、ちょっとね、9月はね、面白くなってきます。まあ、普通にやれば明日広島で巨人は勝つでしょうから、まあ、当然阪神は勝っとかないかんというところなんですけども、明日ちょっとね、だからその楽しみなんですね。阪神はもう勝たないかんので、これはもう、もう勝つしかないんですけども、広島と巨人が明日どういう戦いをするかね、もし明日負けるようだと、調子自体が、チーム状態ね、チーム状態自体がこう、下降戦になっているという可能性が出てきますんで、そうなってくると、阪神がここから調子を上げていけば一気に逆転という可能性が出てくるわけですよね。なので、ちょっと明日のね、この、ま、戸郷と床田がね、先発をして、で、相手は谷間のピッチャーというところで、一体どういうね、試合をするのかというのが、まあ、ちょっとね、楽しみは楽しみなんですよね。今日も、巨人はですね、ヤクルトの吉村かな、去年のドラフト1位かな、に完封負けしてますから、打線の方がちょっと湿ってきたんちゃうやろかという気もしますし、広島も今日1点しか取れないっていうね、感じでしたから、この辺、打線が少し下降気味なのかなというところを考えると、もしかしたら、もしかするね、明日の試合ね、もしかしたら落としてくれるかもしれないというところですから、ちょっとね、まあ、ちょっとだけ、面白くなってきましたね、今日も。昨日、今日と、阪神が勝って、広島、巨人が連敗ですから、これでちょっとだけ面白くなってきました。明日さらに続くようだったら、さらに、面白くなってくるというところですから、ちょっと明日はね、その辺注目しながら、見ていきたいなというふうに思います。はい。ということで、今日はこの辺りにしたいと思います。最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。